こんにちは、ゆうき合衆です。今日は世田谷パブリックシアターの森フォレという作品についてお話しします。これは作画ワジディ・ムアワード、そして翻訳が藤井慎太郎さんによるものです。演出は上村聡さんによっています。このムアワードの約束の地4部作というのがありますが、この第3章を第3弾、4部作のうちの第3部を構成しています。この第1部、炎アンサンディ、それから第2部、騎士リトラルに続くフォレということになります。この3つの作品の後で来るのは、第4部の「空シュエール」という作品だそうですけれども、「空シュエール」はこの全体のエプローグのようなものになるということなので、このアンサンディとかリトラルに比べて非常に膨大な作品になっている、この「森フォレ」がこの4部作のうちの最大の叙事詩になっているということが言えます。この最大の叙事詩の中で、上演するのに休憩時間を含めて2度休憩時間があるんですが、4時間10分を要します。その中でこの最大の一大叙事詩という体を成していますけれども、その中で作品は時間と空間を自由に超越しており、自由に行き来して物語が進んでいきます。そしてこの物語は基本的に女たちの物語であり、この現代のモントリオールに暮らすルーという女性が、その自分の心、狼ですね。ルーの心、狼の心を探し求めるという物語になっています。そしてそれを見つけるためには、この各先祖代々の女たち、その女たちの持つ肉体の各器官を集めるということが必要になってくるという話になっています。このルーが現代のモントリオールの女性なのですけれども、ルーの母親エメというのを栗田桃子さんが演じています。このシリーズには前から登場しているベテランの役者になります。エメは1989年、ベルリンの壁が崩れた年にルーを出産します。そしてモントリオールに住む現代の女性ルーを滝本美織さんが演じています。非常に野生的で、言葉も存在、礼儀知らずという野生的な役柄ですが、その中で徐々に人間らしさ、心を取り戻し、人間らしさを獲得していきます。そのルーの母がエメなわけですけれども、ルーの祖母にあたるのはリュスという女性です。そしてリュスは浅見玲さんが演じています。彼女もこのシリーズの最初から登場する非常にベテランの俳優です。そしてリュスという複雑な背景を持った女性をとてもうまく描いています。リュスの前にはルディヴィーヌという女性が登場します。ルディヴィーヌはリュスの母親
ユダヤ人のサラですけれども、このサラの親友なわけです。そしてルドゥビーヌがそれより前の母親たちに歴史を続けていく、遡っていくという役割を果たしています。ルドゥビーヌ、神の光という意味の名前ですけれども、ルドゥビーヌの役を松岡泉さんが演じています。とても情念に満ちた演技だったと思います。そしてその親友のサラ・コーエンというユダヤ人ですけれども、この前田亜紀さんが演じています。それからそれより以前の話になりますと、普仏戦争の頃から始まるんですが、1872年の頃ですね。あの頃からその1年前から始まるわけですけれども、オデットという母親がいて、このオデットの役は最初の栗田桃子さんが再び演じていますけれども、オデットの娘にエレーヌ、そしてその娘にレオニーという女性がいます。このエレーヌとレオニーは双方とも岡本玲さんが演じています。エレーヌもオデットもそれぞれ父親から肉体的な愛を受ける役割なわけですけれども、そういった役割を魅力的に演じていると思いました。そしてこの女たちが連なる母親たちの芝居で登場する男たちっていうのはたくさんいますけれども、エメの夫であるバチストは岡本健一さんが演じています。途中バチストが、裸体画のモデルになる場面がありますけれども、この場面などは前の騎士リトラルの中でイエス・クリストのような格好になって岡本さんが登場するという場面を思い出させました。そしてこの現代のモントリオールの女性ルーに医者として、そして考古学者としての立場から接しているダグラス・デュポンテルという男性がいます。このダグラスをセイハさんが演じています。とても壮観な男性に描かれています。そして物語のすべてを始めるストラスブール、メツのあたりで石炭業を営んでいるアレクサンドル、このアレクサンドルがの役を大高明さんが演じています。とてもフランス人としてドイツ国籍を得てストラスブールに住み続けるという決断をするわけですけれども、非常に帝国主義の野心に、戦争には敗北したけれども自分の国籍を捨てて実を取るという生き方をよく表していたと思います。物語は2010年のモントリオールで始まるわけですけれども、その約20年前にルーが生まれます。1989年11月9日のベルリンの壁が崩壊した時の話が出てきますけれども、11月9日は単にベルリンの壁崩壊の日だけではなくて、水晶の夜の事件があった日も11月9日だったという話が紹介されています。それから
脳の中に一種の腫瘍ができて、自分の妊娠した娘、そして母親の両方を助けることができないということで中絶を決めていたわけですけれども、そこで同じ1989年の12月6日にモントリオール理工科大学で銃の乱射事件があり、14名の女学生が射殺されるという事件がありました。犯人は自殺しているわけですけれども、この事件を振り返って、この15名、14人が犠牲になったわけですけれども、自分の娘を15人目にするわけにはいかないということで、エメ・ランバールは中絶をやめる決意をするわけです。その結果、生まれたのがルーというわけになります。そして話は突如、1917年、第一次世界大戦の時の脱走兵がメッツのあたり、アルデンヌの森に、登場する場面になります。この兵隊はルシアンという兵隊ですけれども、レオニーを妊娠させます。そしてその後ルスの顎ということで、ルーからするとおばあさんですね、祖母の話になるわけです。彼女は2006年の時点でカナダ北部にある老人ホームに住んでいます。そしてこのルスというのは、赤ん坊の時にモントリオールに脱出連れ出されたわけですけれども、その赤ん坊はユダヤ人であるサラ・コーエンの赤ん坊でありました。でサラ・コーエンは収容所に捕まりそうになるわけですけれども、その時コウノトリのネットワークという仲間、親友がいまして、その親友のルディビーヌが身代わりとなって身分証明書の写真を、二人の写真を貼り替えるわけですけれども、サラ公園の身代わりとなってルディビーヌが亡くなっていきます。ルディビーヌは神の光という意味です。彼女は両性具有者で子供はできないという、子供を作ることができないという立場にあります。したがってサラ公園の娘がサラ公園の身代わりとなって、サラ公園の娘がその後に続いていくわけですけれども、さらにその前に不仏戦争の頃の直後のストラスブールやメッツでの話が展開していきます。父親が娘を犯す話が出てきて、1871年、アレクサンドルが自分の息子の嫁となるオデットを犯し、そしてそこからエドモンドが生まる、そしてエレーヌがとエドガーという双子が生まれるわけですけれども、このエレーヌも父親であるアルベルによって妊娠させられると、関係を持つということになります。まあこのエレーヌが産んだレオニーという女性、それから怪物となったこのレオニーの弟がいるわけですけれども、この両親、その父親というのはエドガーなのかアルベールなのかわからないということになっています。全体としてこの現代のモントリオールに暮らす女性ルーの心臓、ルーの心を探すという話なわけですけれども、その探すために
ずいぶん先祖の女性たちの肉体の一部、まあオデットの腹、それからエレヌの肌、そしてレオニーの血、ルディビーヌの精液、そしてルスの顎、エメの脳といったものが必要になってくるわけです。そういったものを追いかける、そしてその話がクロノロジカルにではなくてランダムに登場するという形をとっている、非常に詩的な、叙事詩的な作品になっていると思います。この一大叙事詩はこれをフォローすることによって生きることについての意味を与えたり、そして考えたりすることができます。時間と空間を自由に行き来するその様子がこの舞台装置に出てるわけですけれども、年輪の大きな年輪のような形をした丸い舞台装置になってます。巨大なバームクーヘンのようにも見えるわけですけれども、この床は時間と空間を自由に移動する年輪を象徴していると思いました。美術は永田芳子さんによるものです。そしてコウノトリネットワークというのはなかなか名称が面白いですね。子供、ユダヤ人の子供をこのドイツ圏以外の地域に脱出させるということを目的としたネットワークなわけですけれども、アルザス地方を拠点としています。それでアルザスはコウノトリをシンボルとしていますので、そのあたりが面白いと思いました。そして途中その時の記念写真なんかも出てくるんですけれども、非常にこのコウノトリネットワークの旗が神聖リビアの旗に似ていると思いました。鉱山で働く労働者といった観点からの話も出てきます。これはアルザス地方の鉱山なわけですけれども、同時にルクセンブルグの、南西の方、この辺りにも鉱山があって、ここでは別にフランス人の子供を働かせてたわけではないわけですが、イタリア人の移民が随分たくさんとたくさん来ていて、この鉱山で働いていた時代がありました。まあいろんなことを考えさせられる非常にインパクトの強い、多重性のシンボリズムに富んだ作品になっているというふうに思いました。非常にフランス的な作品でもあります。ありがとうございました。またお会いしましょう。